版爽快感淡路、この2隻船体を木ではなく違うもの FRP 強化プラスチックというもので作られているんですね。今後爆弾を撤去する船は船体 FRP 船が増えてきます。海上自衛隊今現在4隻就航しています。304番、実は今年の6月にねできたばかりの新しい船となるんです。そしてまた目線を左真横に移してください。引退した船、引退した船